福井鉄道回線軽電車は、福井鉄道が保有する路面電車車両である。三車体連接、三台車方式の超低床電車で、フクロムの愛称を持つ。2013年から2016年にかけて4編成、計12両導入された。営業運転の開始は2013年3月。福井鉄道の路線である福竹線で運用されるほか、 越前鉄道三国あわら線との相互、直通運転でも使用されている。本形式が導入された福武線は、福井県の越前市、鯖江市、福井市を結ぶ2 0トル余りの鉄道路線で、福井市内の一部に道路上を走る平洋軌道区間がある特徴を持つ。平洋軌道区間のホームに停車した高床車と、 上降に用いる補助ステップかつて福岳線の列車は大型の高い床車両で運転されており、平洋軌道の停留場では停車の際に停車ホームとの間に大きな段差が生じていた。そこで福井鉄道は2005年に親会社の名古屋鉄道から路線廃止に伴い不要となった停車路面電車車両を購入。翌年の運転開始に合わせ、 平用軌道区間を除いた各駅のホームを切り下げて、定床ホームに統一した。ただし、主として、朝夕の通勤通学輸送に充てるため、200型をはじめとした一部の大型高床車両は、残された。定床車両導入後の2007年9月、福井鉄道が、経営悪化のため、福井県と福武線沿線三市に支援を要請したことで、 福武線の損壊問題が浮上する。支援要請を受けて、県と沿線3市は、福井鉄道及び名鉄と協議し、翌2008年3月に路線存続の方針を確認。5月には、福井鉄道、福武線活性化連携協議会を設置した。さらに、同年12月には、沿線企業、団体で、名鉄保有の福井鉄道の全株式を引き受け、 会社の経営体制を変更した。こうした過程を経て、2009年2月には連携協議会で福井鉄道福竹線地域公共交通総合連携計画を策定し、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく鉄道事業再構築実施計画の認定を国から受けた。 この再構築実施計画の期間は2018年3月までの10年間で設備の更新及び自修繕に対する補助と沿線3市による鉄道用地取得の3点に対して総額55億2700万円の財政支援を受けるものとされた上記の総合連携計画には2006年以降も残存している大型高床車両を置き換えてバリアフリー化を推進すべく 新型車両4編成の導入も盛り込まれた。新型車両導入決定を受け、福井鉄道と県は、車両メーカーと車両形式の選定を開始するが、作業にあたっては、この当時相互直通運転を検討していた越前鉄道も、車両調達コストの圧縮と運行、メンテナンスの都合を考慮して加わっている。 通勤通学輸送時の状況から少なくとも150から170人程度の定員が必要であるといった点が考慮され、検討の結果新潟トランシスが製造する100%低床構造の超低床車両で3車体式の形式を採用することとなった。車両のコンセプトは人と環境に優しいとされた。 連携協議会が2012年3月に作成した福井鉄道 LRT 整備計画では福井鉄道は新型の低唱車両を2012年度と2014から2016年度に1編成ずつ導入するものとされた車両導入しない2013年度は車両基地を新型車両の保守修繕作業に対応するよう更新する事業費は 最初の編成については3億4690万円。それ以後の編成については3億1690万円を見込む。熊本市交通局9700系岡山電機、軌道9200系前述のように、新潟トランシスが製造を担当した3車体3台車式100%低床構造の超低床電車である。新潟トランスによる超低電車製造は、 前身の新潟鉄工所時代に遡り、日本への超低商社導入を目指していた同社は、ドイツのアイグと業務提携し、車軸導入には、新潟鉄工所がアイグに代わって、日本仕様の車体を設計、製作し、アイグから量産品の電気品、台車を輸入し、それらを車体に偽装して、車両を製造するという方法が取られ、1997年に、 熊本市交通局へ納入された9700型が導入第1号となった。熊本に続いて2002年に岡山電気軌道へ納入された9200型では、アドトランツが新開発した超低小電車シリーズインチェントロの車体デザインを取り入れることにより、車体が丸みを帯びたものに変更された。以後、新潟トランシスが製造する超低商社は、 この仕様を標準としており、本形式もグレー面型の足回りにインチェントロの車体を組み合わせたモデルである。ただし、新潟トランシスがこれまでに製造した超低床車はすべて2車体2台車式であり、中間車を組み込んだ3車体3台車式車両の製造は本形式が初となった。これらの車両製造の途中で新潟トランシスは ボンバルディアから台車製造のライセンスを取得して自社製造を行うようになっており、本形式では車体製造、偽装に加えて台車製造も担当した。海戦系の外観写真は海戦一車対抗体には耐久性と保守性を考慮して対抗性後半を屋根という板にはステンレス後半を用いる。戦闘部はガラス繊維強化プラスチック製である。 側面は、車体、ドアガラス、連接部ホロの曲率を統一することで、編成全体の一体感を持たせている。塗装は、車体下部に、シルバーのラインが入るという点は、各編成で共通するが、基本色が、編成ごとに異なる。連接部を除いた車体の長さは、先頭車が8.82メートル、中間車が7.68メートルで、 編成全体の長さは27.16メートル。車体の幅は最大2.65メートルで、他の新潟トランシス成長低照車より25センチメートル広い。これは福武線が200型などの大型車両も運行されることから、通常の路面電車より車両限界も大きいことによる。車体の高さは3二4 3 7メートル、時長は37トン。 三車体のうち越前竹尾駅方の先頭車を A 車、田原町駅方の先頭車を B 車、中間車を C 車と称するが、車両の番号は越前竹尾方から順に1から3と振られている。ドアは電動スライド式のプラグドアで、片側4カ所ずつ計8カ所の設置。編成図によるとドア配置は先頭車運転台より以外は左右非対称で、 という具合になる。無人駅停車時は、先頭のドアが降車口、前から2.3番目のドアが乗車口、最後部のドアが締め切り扱いとされる。レール上面から車内の床面までの高さは通路部分で3 9トルだが、出入り口ステップ部分ではさらに下げて3 3トルとし、乗降時のホームとの段差を極力小さくしている。座席は、 クロスシートを中心に一部でロングシートを配する。編成図によるとクロスシートは各社中央部に3列ないし4列ずつ配置。ロングシートは連接部寄りのドア向かい側の計4箇所にある。そのうち C 社の B 社寄りにあるロングシートは折りたたみ座席になっており車椅子スペースを兼ねる。またクロスシートは 他の新潟トランシス成長提唱者では1.5人掛け程度の幅だが、本形式では車体幅が広いため2人掛けとなっている。定員は着席53人、立席102人で合計155人。内装は車体外観デザインと調和するよう明るい色彩のものとされた。室内灯には LED を使用しており、消費電力の抑制を図っている。 台車は各車中央部に一台ずつ車輪同士をつなぐ車軸を省いた独立車輪4輪からなるボルスタレス式ボギー台車を配する。台車、車体間の枕バネにはゴムバネが使用され、車輪、台車枠間の軸バネにはゴムバネとコイルバネが併用されている。車輪を台車枠に対して保持する軸箱支持方式はスイングアーム式と呼ばれるもの。 また車輪には、防音、防振による乗り心地の改善を目的に、ゴムを挟み込んだ、男性車輪を使用する。車輪直径は 660mm。主電動機は、出力 100kW のカゴ形参照、誘導電動機で、台車1台につき1機ずつ搭載。主電動機は、車体側の客室座席直下に搭載。下されており、自在継ぎ手を介して、動力を、 駆動装置に伝えるという車体操化式直角、カルダン軸駆動方式を採用している。具体的には、駆動力は、主電動機から、自在継ぎて、推進軸、傘歯車、二段原則イラ歯車装置を経て、片側の車輪に伝わり、さらに駆動軸を介して、反対側の車輪に伝達される。なお、主電動機から直接動力が伝わる動輪は、 主電動機に近い側の左右二輪のみであり、この動輪のみで駆動力とブレーキ力をまかなうことから、台車、車体間の枕バネを動輪側へ偏らせて粘着力の向上を図っている。ブレーキは、主電動機を用いる電気ブレーキがあり、これで低速域まで減速する。それ以降は、機械ブレーキであるバネ作用、油圧緩め式のディスクブレーキを用いる。ディスクの取り付け位置は、 台車ではなく、主電動機の出力軸である。これらが常用ブレーキで、他にも別系統で蓄電蓄動の電磁吸着ブレーキを保安ブレーキとして備えており、各台車車輪間に機器を設置する。また、制動距離確保のため砂巻き装置を装備しており、適宜散布できるほか滑走時や非常ブレーキ、保安ブレーキ使用時には、自動的に砂が散布される。 設計最高速度は 70km 毎時である。FB500.80 系パンタグラフ床下機器は、主電動機や駆動関連機器のみと最小限に止められており、主要な機器は屋根状に配置されている。終電装置は、シングルアーム式パンタグラフで、戦闘車の内 A 営にある。主電動機への供給電力を制御する主制御装置は、PWM 制御。 リベット素子による VVVF インバータ制御方式であり、新製車両では日本で初めてダイオードをシック SBD としたハイブリッドシックモジュールを量産採用した。主電動機1機につき1軍ずつ計3軍搭載されている。配置は A 車屋上に2軍、中間車の C 車屋上に1軍。その他、屋上に配置された機器としては冷房装置、蓄電池、 補助電源装置がある。補助電源装置は、イベット阻止による静止系インバータで、出力は 55kV アンペア。第一編成の運転台運転台は左右双方のホームに対応するため中央部に配置されている。マスターコントローラーは、左手扱いのワンハンドル式を採用する。車体のバックミラーは、車外確認用の小型カメラで代用されており、その映像は、 運転台左右に配置されたモニターに表示される。第一編成第一編成は2013年3月12日に北府駅隣接の車両工場へ搬入された。製造費は約3億1700万円。福井鉄道が中古車両を除く新型車両を導入したのは1962年の200系導入以来50年ぶりのことであった。 竣工は3月27日付。30日に招待客らによる試乗会が行われ、翌31日に越前竹尾駅にて出発式を行って営業運転を開始した。第一編成の車体塗装はオレンジ色を基調に車体下部にシルバーのラインを入れたものとなっている。この塗装は運行開始に先立って県民投票にて決定された。投票は 新型車両デザイン総選挙と銘打って2012年9月に実施。デザイン案は、福井鉄道と神愛大学の学生らが選定したもので、インパクトがありなおかつ、北陸の寒いイメージを払拭しようとの狙いから、暖色系三色の単色、またはそれぞれ株にシルバーのラインを入れるという計六案が選ばれた。福井県内在住、在勤者を対象とする投票の結果、 6案の内オレンジとシルバーのデザイン案が投票総数6606票の3割超の支持を集めたことから採用されている。運行開始後から県民の注目を集めて人気を博し、特に1ヶ月後のゴールデンウィーク期間中には沿線のイベントも重なって本形式で運行された各列車は満員となった。この人気によって 福井鉄道の2013年度か未期における乗客数は前年同期比で約6万3000人増加したという。2014年には鉄道ともの会よりバリアフリーに対応した車内設備が評価され、福井県内の鉄道事業者としては初となるローレル賞を受賞した。なお、受賞式は同年10月17日、越前市の福井鉄道本社にて開催された。 第2編成第2編成は2015年2月5日に福井鉄道の車両工場へ搬入された。車体の塗装はブルー。福井の海と空をブルーで表し、車体下部にシルバーのラインを加えることで爽やかさを表現したという。また車内ではシートの厚みを増して座りやすくする、天井の手すりの位置を変更するといった改良が加えられている。 購入費用は三億一千万円。竣工は二月十七日付で、翌十八日より、営業運転を開始した。第二編成の導入に伴い、旧型車の二百型に、初めて廃車が出て、三編成のうち一編成が二千十五年一月に、解体されている。営業運転開始後の二千十五年十月十五日、朝、第二編成は北四つ辻電停近くの、 フェニックス通り上にて最後部の車輪二つがレールから外れるという脱線事故を起こした。事故発生後終日運休となっていた福武線は翌日始発より運転を再開したが、福井鉄道では車両の安全確認のため当面、回線型を第一編成も含めに編成とも運転を取りやめるという措置を取った。脱線事故の主因が、 レールの幅が基準より拡大していたためであったことから12月28日までに全線にわたって補修工事が実施され31日より2ヶ月半ぶりに第2編成が運転を再開し同時に第1編成についても定期検査後に運転を再開すると発表された第3編成第3編成は2016年3月17日に福井鉄道の車両工場へ搬入された 車体の塗装はグリーン。爽やかで明るいグリーンを、福井の緑に重ね、新芽のイメージによって未来への希望を表現したデザインという。外装を除いて、第2編成からの使用変更点はない。竣工は3月20日付で、同日より営業運転を開始した。第3編成と入れ替わりで、旧型車のうち200系202編成が廃車となっている。 また200系203編成についても同年2月に旧車となり追って今後運行しないと決定された。第4編成第4編成は2016年12月22日に福井鉄道の車両工場へ搬入された。車体の塗装は桜色。福井の春をイメージした車体色にシルバーのラインを配し、人同士をつなぐ優しさや愛情を表現したデザインという。 導入費用は3億3000万円。竣工は12月29日付で、同日より営業運転を開始した。第4編成と入れ替わりで、旧型車の610系1編成が、翌2018年3月に廃車された。車体のロゴ前日の通り、第1編成の運行開始に先立って、デザイン投票が行われたが、これに続いて、福井鉄道は、愛称も、 県民から募集した。260点の応募があり、その中から、フクロムという愛称が選ばれ、第一編成の出発式で発表された。福井鉄道によると、フクロムという愛称は、福井とトラムを組み合わせた造語であり、福井鉄道を中心に、街が膨らむ、人々の生活や思い、夢が膨らむ、という意味を込めたもの。さらに、 日本語を想起させる語感であり、親しみや愛着が湧きやすいとの考えから採用したという。相互直通運転の終点は2日張原駅にて、並ぶ、海線1と越前鉄道 MC7000、京越前鉄道が導入した、L 型、規模2016年3月27日、福井鉄道福竹線と越前鉄道三国あわら線の、相互直通運転が開始された。 直通列車には、福井鉄道側は本形式を充当。一方、越前鉄道側は、相互直通運転に合わせて、超低小電車、L 型を導入した。L 型は本形式と同じ新型トランシス製の超低小電車で、基本性能は同一。導入後は、メンテナンスにおいて、福井鉄道、越前鉄道両社間で部品の相互融通などが行われる。 相互直通運転開始当初の時点においては、越前鉄道への直通運転に投入されたのは、本形式のうち、第1編成と第2編成のみで、直通運転開始1週間前に導入された第3編成については用いない予定とされていた。本形式の車両検査時などに台車として用いられる、予備車には770型が当てられたが、 同形式は本形式よりも定員が少なく、実際の運行では、利用客が乗り切れないことがあった。対策として、第3編成についても直通運転対応とする改良計画が立てられ、第4編成導入までに3編成すべてが直通運転対応となった。第4編成も直通運転未対応で、導入されたが、予備車として残る770型について、 定員の問題に加えて乗降口にステップが存在するために、高齢者や身体障害者から改善を求める声が絶えなかったため、第4編成にも後から直通運転対応改造が施行された。その結果、2017年9月上旬より770型が運用から外れ直通列車は、すべて本形式内市越前鉄道。 L 型という超低床電車による運転となった記事書籍。ありがとうございます。